こんにちは、名護市役所に来ています旅行で沖縄来たらもちろん名護方面までね来ることもあると思うんですが、名護に来たら当然一番最初に来なくてはいけない場所が名護市役所だと思います本当かよということで名護市役所しかも名護市役所の3階まあ3階建てなんですが屋上みたいなところに来ました。一応3階建てなんで屋上ではないんですが、やっぱここに来ると名護の街が一望できます。見ていただければ分かるんですが、本当に名護の前、滋賀ビル、高校、高校ダス、玉城、まあガソリンスタンドなんかも見えたりして、本当に名護の街も名護の街が一望できるところですね。で、昼休みはここに芝生がありますんで、もうおそらくサッカーやったり、まあこれでサッカーならちょっと厳しいかな、三角ベースぐらいはやるんですけどね。ただ、向こうに打っちゃうと、外飛んでっちゃうんですから。あの駐車場、市民の車止めたら駐車場があるんで、まあ、市民から怒られてしまうなんてこともあるかと思うので、なかなかそこまではやらないかと思うんですが、で、まあ、来てますが、ね、名護市役所の屋上といいますか、3階、来て観光客、誰もいません、普通来ないです、まあ、ただ、今回来てます。大体、市役所に行けば全てが分かるというようなので、市役所に行って、確かにこの市役所の、働いている方にね、市民の財政状況だとか、市の財政状況だとか、まあ、もちろん下水、道路、公共交通機関、それから教育、福祉、そういうことについて質問をしたいところではありますが、まあ、あんまり関係もないし、そんなね、こんな観光客がそういう質問をしても結構迷惑でしょうから、まあ、今回はやめておきます、はい。あと名護といえばオリオンビールがあるんでね、オリオンビール工場これから行きたいのと、あと名護といえば宮崎と愛さんですが、宮崎と三兄弟がまあ練習しているところがありますので、まあ、ちょっと簡単でございますが、名護市役所の3階の屋上から、名護のね、解説というか、名護の説明をやりたいと思います。はい、どうもご清聴ありがとうございました。はい。